NMB48、NMB48 劇場劇場が入居する、イエス・ナンバ・ビル NMB48 劇場は、大阪府大阪市中央区ナンバ千日前にある、NMB48 のホームグラウンドとなっている、劇場。ナンバグランド花月の向かい、イエス・ナンバ・ビルの地下1階にある。2011年1月1日にオープンした。NMB48 は、東京、 秋葉原を本拠とする AKB48 や、名古屋市を中心に活動する SKE48 に、続く、秋元康市プロデュースによる、地元密着のアイドルグループとして2010年10月に、結成された。結成当初は専用の劇場がなかったが、 同年12月3日に、吉本工業の若手芸人の拠点として1999年9月にオープンしたベース吉本が閉館し、その跡地を有効活用する形で2011年1月1日に、念願の劇場がオープンした。なお、吉本の若手育成の劇場は当劇場が入居する、イエス・ナンバビルの5階にあった、ワッハホールを改装して、ゴアップ。 吉本としてリニューアルオープンした。支配人は金子強し。本劇場はもっぱら NMB48 及び AKB48 姉妹グループの公演でのみ運用されているが、2011年3月に読売テレビで放送された特別番組 NMB48 ジャングルは本劇場で公開収録され、2011年12月31日には、 吉本所属の若手芸人5アップ、吉本ゼロメンバーによるお笑いライブが本劇場で開催された。東京、秋葉原の AKB48 劇場の正式名称は、秋葉原48シアターであるが、本劇場は、ナンバ48シアターとは称さず、NMB48 シアターと称している。ちなみに、 本劇場の電話番号の末尾は7848となっている。一席は233席。AKB48 グループ共通ではあるが、席を立っての観覧は禁止されている。ベース吉本時代の名残として、座席番号が付与されているが、NMB48 公演では、遠方枠、グループ枠等の観客のため一部を座席指定として、 設定している他はすべて自由席である。座席の色は最前列から数えて、奇数列は青、玉数列は紺色となっている。最下主最前列の一席がスタッフ用として使用されている。もともとは、震災橋筋二丁目劇場の歴史を受け継ぐ若手、お笑い芸人の劇場であったことから、ステージと客席は非常に接近している。 最前列の客席からステージまではおよそ2メートルで身を乗り出せばステージ上のメンバーに手が届くほどの距離である。なお、最前列席とステージの間には黄色い線が引かれており、最前列の観客は黄色い線から出ないよう注意がなされている。ステージの高さはおよそ50センチと低く、成人男性の膝上ぐらいの高さとなっている。競りとは、 ステージの床が競り上がってくる機構のこと。競り出しとも言う。ステージ上は三々で分割され、それぞれ独立して1メートル程度まで競り上がるようになっている。LED による電飾板がステージ後方の端から端まで映射幕上に設置されている。曲目に応じ演出で使用されているが使用しないときは黒幕を閉じて隠される。 2012年8月開催の SKE48 研究生2014年9月開催の AKB48 チーム8の出張公演では AKB48SKE48 演奏中は歌詞は違えど同じ曲を歌う NMB48 とは異なった電飾表示パターンとなったロビーには手荷物預かりのコインロッカーとメンバーの 肖像写真が掲示されたパネルがあるが、肖像写真パネルは、稼働式のため劇場営業時間外及び、SKE48 投資マイグループの出張講演会催日は隠される。肖像写真パネルは、最大25名しか掲出できないため、チーム NMB 講演では出演メンバー全員と、休演の正規メンバー、研究生講演では全員掲出される。 吉本工業系列の FM 中央のオープンスタジオがあり、出演するお笑い芸人目当ての見物客で賑わっている。インフォメーションカウンターでは公演チケットの発売とメンバーへのファンレタープレゼントの予約受付を行っているが、AKB48 劇場とは異なり予約のない一般客は劇場ロビーへ立ち入ることができないので日を約客は、 劇場入り口の係員に予託することができる。液晶モニターが大小1機ずつ設置されており、メンバーのプロフィール映像が常時流れているほか、キャンセル待ち予約者でチケットを買い漏れとなった客のためのモニター放映が大モニターを使って行われている。観客の入場整理はロビーではなくイエス、ナンバビルの非常階段を使って行われている。ちなみに、 ロビーは3階フロアまで吹き抜けとなっており、吹き抜け部分から劇場ロビーを覗き込むことは禁止されており、その旨の張り紙が掲出されている。通路には、劇場入り口側の壁には全メンバーの肖像写真と、卒業メンバーの所属、名前、卒業日が記された金色プレート、公演の記念写真が掲示され、反対側の壁には、メンバーの落書きが至るところにある。なお、 通路は改札内のためトイレを含めチケット、保有者以外は立ち入りができない。公演終了後のメンバーとのハイタッチ型叩きサービスは通路にて行われていた。かつては卒業メンバーの肖像写真も掲示されていたが、現役、卒業メンバーが増えるにつれてゼマになってきたので、金色プレートに変更されている。なお、通路の写真撮影は禁止されている。 本劇場は日本国内の AKB48 グループ5劇場の中で唯一客席候補の下手側の壁の中央付近に表柄のテープが横に貼られており一周年ごとに一本ずつ増やしている2016年1月1日で5本目のテープが貼られたこれは AKB48 劇場の柱に倣っている上が AKB48 劇場 下が NMB48 劇場のチケット。AKB48 劇場では2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所での事故による東京電力管内電力事情悪化の影響により同年3月29日から10月3日まで セリアスモークを使用せずかつ照明等の電力消費を最小限にした上での劇場公演を行っていたが、本劇場では2011年の関西電力による夏季、冬季節電要請期間中及び2012年夏季の関電管内の電力需給逼迫における節電要請期間中も平常通りの公演を行っていた。NMB48 劇場では1万日。 計画停電が実施された場合、公演は中止となる。ありがとうございます。